コンカーフネーションズリーグは北中米カリブ海サッカー連盟の主催で西暦期数年の9月から翌年の6月にかけて行われるナショナルチームによるサッカーの国際大会である。第1回は2019年から20年にかけて開催される予定だったが新型コロナウイルス感染拡大の影響により延期され決勝ラウンドは2021年6月3日から6日の 日程に変更された。本大会は UEFA ネーションズリーグを参考に創設され、2017年の第32回コンタカーフ総会で提案された。同年11月に大会の創設が決定した。これに先駆けて第1回大会の予選を2018年秋に開幕し、2018FIFA ワールドカップ北。 中米カリブ海五次予選に進出したチームは自動的に予選免除される。なおグアテマラは国際サッカー連盟から資格停止処分を受けていたことが原因で予選には出場できなかったものの本大会の組み合わせ抽選の段階では資格停止処分が解除されており最下位のリーグに出場する。またこれに伴いコンカカーフゴールドカップは2019年大会から 出場チーム数を16に拡大する予定。ありがとうございます。